は楽しませてくれるぜ。一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けられなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろうが。極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリュ、指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねえ、バカ野郎。